四国高速バス、黒潮エクスプレス黒潮エクスプレスは、香川県高松市と高知県高知市を高松自動車道と高知自動車道を利用して結んでいる高速バスである。全便座席指定制のため、乗車には予約が必要。三角印の向きが進行方向を示す。丸印は終着。四国内都市間輸送において、JR 四国の特急列車と、 本格的に競合となった最初の高速バス路線である。JR 四国は1989年当時の四万十の高松駅高知駅間所要時間が高知自動車道位のインターチェンジまでの開通後、高松高知間で自家用車や高速バスの所要時間を大きく上回ることになることから対抗準備を進めていた。四万十に2000系を集中投入。 1993年には、土産線全特急を2000系にして、線形が悪く、カーブやアップダウンが多く、運行上不利な土産線において、高松駅高知駅間で高速バスとほぼ同じ、所要時間にまで高速化した。さらに、高速バス運行開始時に、高速バス回数券と金額を合わせた特別企画乗車券を発売し、競争を繰り広げた。しかし、 ハリマや橋など、市内各所へは、市内主要スポットを先に回る、黒潮エクスプレスが、所要時間だけでなく、直通利便性でも JR に勝る結果となっている。近年、JR 四国は、土産線では、岡山駅で、山陽新幹線と接続する、南風に重点を置いたダイヤ編成をしており、四万との本数は減少した。 特に黒潮エクスプレスと競合する日中は、シマントがほとんど設定されていないため、高松駅との間では、南風リレー号と南風との接続駅である丸亀駅などで乗り換えが必要な状況になっている。黒潮エクスプレスの増便や、シート数増加措置、先着乗降成から座席指定制への再変更などの措置は、黒潮エクスプレスへの乗客の集中を示しているとも、 言える。一方、パークライドは、JR 四国の高松駅が先に、駅でトレインサービスを開始し、先手を打った。高速バス陣営は、高松側では、夢タウン高松、高松中央行くと経由、高知側では、市宮高知営業所を経由することで、パークライドに対応させている。ありがとうございます。